マハスカ軍はアメリカ合衆国アイオワ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,381人であり、2000年の22,335人から0.2%増加した。軍庁所在地はオスカルーサ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マハスカ、フートンのレッドメンオブアイオワより1882年。 マハスカ軍は1843年2月17日に設立され、1844年2月5日からは実地を続けた。軍名はアイオワ族インディアンの州長、マハスカにちなんで名付けられた。マハスカ軍はアイオワ州で保安官と治安判事を指名したことでは最初の軍になった。最初の軍庁舎は1846年1月に完成した。 二代目は1886年2月27日に使用開始された。最初の学校は小さな丸太作りのものであり、オスカルーサの東1.5マイルにあり、1844年9月16日に開校となった。1846年には最初の教会としてカンバーランド長老派教会が開設された。1850年7月2日、 アイオワヘラルド紙の最初の版が発行された。1864年、デモインバレー鉄道の最初の線路が敷かれた。マハスカ軍では石炭採掘が主要産業だった。19世紀、オスカルーサの南約5マイルにあったマチャキノックの町がアイオワ州では最大かつ最も繁栄した炭鉱町だった可能性がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は573.40平方マイルであり、このうち陸地570.87平方マイル、水域は2.53平方マイルで、水域率は0.44%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。